アーサー・ジェフリー・ウォーカーは、イギリスの数学者である。幾何学にも精通していたが、今日では、一般相対性理論に二つの重要な貢献をした、ことで、最もよく知られている。アインシュタイン方程式の厳密解である、フリードマン・ルメートル・ロバートソン・ウォーカー計量を、考案した。エンリコ・フェルミと共に、フェルミ・ウォーカー微分という概念を導入した。 1909年7月17日に、ハートフォードシャー州ワトフォードで生まれた。父は、コーチビルダーのアーサー・ジョイン・ウォーカー、母は、エレノア・アジョアン・ゴス・リングだった。ワトフォード・グラマースクールに通い、奨学金を得て、オックスフォード大学ベリオール・カレッジに入学して、数学を専攻し、ファーストクラス・オナーズで卒業した。その後、 エディンバラ大学大学院に進学し、アーサー・エディントンの指導の下で博士号を取得した。1935年にインペリアル・カレッジ・ロンドンの講師となり、翌年にはリバプール大学の純粋数学講師となり、1947年にシェフィールド大学の純粋数学教授に就任した。1946年にエディンバラ王立協会のフェローに選出された。 提案者は、ハロルド・スタンリー・ルース、エドマンド・テイラー・ホイッテーカー、デイビッド・ギブ、ウィリアム・エッジだった。また、1947、49年のキースメダルを受賞した。1952年に、リバプール大学に戻り、1962年に、理学部長に就任した。1955年に、王立協会フェローに選出され、 1961年から1962年にかけて王立協会の評議員を務めた。1962年から1963年にかけてロンドン数学会の会長を務めた。1974年に退職した。1939年にフィリスワシュクロフト・フリーマンと結婚した。二人は社交ダンスに長けていた。 2001年3月31日に、チチェスターにおいて91歳で死去した。ありがとうございます。